投稿者が大学のサークルで海外旅行に行った際に撮影した写真である。車窓から風景を眺めている二人の男性、その上部に目を移すと口ひげを蓄えた男性の大きな顔が現れている。これは列車に住み着く霊である。この列車に轢かれるなどして亡くなった方が霊となってそのまま居ついているのである。この写真を撮った後、投稿者は急に脱水症状に見舞われた。大事には至らなかったものの、投稿者は今もこの顔が夢に現れることがあるという。